1960年代は大山が、マスタス、すなわち模索時代である。70年代は極真空手の創世期であった。80年代はね、拡張期であったんです。90年代は整理整頓、忠実期であります。その格闘技の中で一番強いのは私は空手です。その空手の中で最強に強いものがあるならばうちの極真や。それをね、皆さんがね、誇示していってもらいたい。埼玉県秩父郡三峯神社、極真空手の1年はここでの合宿で幕を開ける。玄関の三峯、新進たる暁の中、男たちの気合が響き渡る。かつてこの地にこもり修行を積んだという大山マスタツが全ての陣頭指揮を取る。極真魂はこの試練の合宿の中から寛容されるのである。上まで持ってくると中間で止めないから、だからこうやって二つの手が一つの手のように動くんです。はい、よし、はい、はい、合宿はただ空手の技術のみを学ぶ場所ではない。同じ空手の道を志す者同士が寝食を共にし、共に励まし合って辛い稽古を全うする。ここから空手の心を刻み込むのが合宿の本義なのである。大山は言う。合宿とは空手か武道家として最も大切な精神を学ぶべきところである。ギリギリの稽古の中からそんな極真魂を学ぶのが合宿なのだ。稽古場となる海岸はいわば道場そのものである。合宿でも日々の道場稽古と同じく稽古前は全員で掃除を行う。ここでも陣頭指揮を取るのは大山マスタツ。おいおいおい、山の向こうに捨てるようにして、そこまで持っていけ。はい、合宿には200人以上の道場生が参加する。一般部、少年部、女子部、少年部が一堂に会し、全員が極真という同じ輪の中で汗を流す。基本稽古の後は各班に分かれて稽古が進む。大山は一人一人の動きに目を光らせ適宜指導を行う。そしてこの手をこう持ってきたら何のためだ。
手が一定したら土を持っていく、土を持っていく、そして俺は剣やらんばらい百式をやる、気晴らしになるように。受ける時には必ず注文にやって受けるように。またおいしおいしそれから指導家がちょっとまずいや、指導家が頭の上から来るようにしてください。分かった。おいし横から、君の後ろから来るんじゃなくて頭の上から下ろすように。分かった。おいしさあ大山は合宿の稽古では徹底的に基本にこだわる。なぜなら基本の中に空手の全ての技術思想が凝縮されているからだ。一番大事なのは息の調節、呼吸の調節、この三要点をね忘れないできちんとやってください。1991年夏、第5回世界大会に挑む日本代表選手がここ立山に集結した。選手たちの周りには張り詰めた緊張感が漂う。大山の熱き眼光にさらされながらいよいよ特訓が始まる。ほら手を下ろさないで、相手も速いんだよ、相手も強いんだよ、相手もうまいんだよ、忘れないでくれよ。はい、関節曲げるな、関節曲げないで。はーち。もっと岩崎、足の幅を広く持った方がいいよ。踏み込んでいこう。問題はこれがね、これがキーポイントだから、これがポイントになるから。そう、いいぞ。下を見るな。相手を見る、相手を。だから手を下ろすな、相手も速いよ、蹴られるから、だから一斉も顎をかばするように。また選手たちの一挙手一投足に大山の激しい叱咤が飛ぶ。焼けつくような炎天下のもと、息つく間もない動作の連続に選手たちの体からは玉のような汗が噴き出す。背が高いからもっとかけるな。前足がそのままに一直線のところに行くように。だからね、君たちはねこういうになるのよ。その瞬間相手は逃げちゃうよ。死ぬ思いでやれ、死ぬ思いで。もちろん君たちが死んだら私も死ぬ。それやっぱり死ぬ思いでやるんだ。分かった。勝負に臨んでは親もなければ子もない、ましてや先輩も兄弟もない。必ず勝つ、これが勝負なのである。Kyokushin魂はこの厳しい勝負の世界に身を置くことによって初めて培われるものなのである。